ただ君に。そりゃあ好きな女の子に弱いのは男として当然というか宿命だから。普段から遠慮しがちな君が私を男として求めてくれてとても嬉しかった。僕も二人みたいな恋をあなたとできるといいな。お前はこれから人を殺すためではなく俺と共に生きるためにある。大げさなもんか。お前は自分の魅力に自覚がなさすぎる。そんな結末認めてたまるか。願いを叶え、普通の人生を送る姿を私に見せておくれ。刻む足音、託された願いと共に永遠を彷徨う。終焉のディルシュ、エピックリコリス。私はお前が自分自身の手で手繰り寄せた武力なんだ。救済の花を共に咲かせよう。きっと彼女も白き未来で君を待ってる。